後半戦は三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開という形になります。キックオフしますのは三重ファイヤーバード25番の鈴木が務めます。富山大学出身のプレイヤーです。対しますベアーズはリターナーに12番と2番、1番を配置した模様です。1番は杉田、日本大学出身、12番は本日大活躍小田です。大阪産業大学附属高校出身のプレイヤーです。さあベアーズリターン入ります。右オープン展開しまして12番自陣40ヤードを超えた地点からの攻撃を得ます。この位置からクラブベアーズの攻撃となります。さあこの結果後半最初のシリーズはクラブベアーズとなりました。ここからクラブベアーズどのような攻撃を展開するでしょうか。クラブベアーズ自陣43ヤードからファーストアンテン。ナイスラン、ファーストラン。さあまずは最初はランニングバックを外へ転化するフレアパスを展開しました。相手のディフェンスをかわすようにこれをキャッチしました。21番左オープン展開し見事キャッチアンドランで攻撃権更新です。クラブベアーズファーストラン、見事なキャッチアンドラン決めましたのは21番の野々垣です。関西学院大学出身。野々垣は確か、福岡サンズそして、西宮ブルーインズで活躍していたプレイヤーだったと記憶しています。このクラブベアーズに参戦してまいりました。パス成功、ナイスディフェンス。さあ今度は右に展開した1番にパスを投じました。しかしこれはプレッシャー激しくパス不成功となっています。今度は三重ファイヤーバードもディフェンスで見せました。クラブベアーズセカンダウンに変わります。クラブベアーズセカンダウン10。パス成功、ファースト。今度はクォーターバック6番右にスプリントアウトし迂回するようにしてサイドライン際にいました。1番にパス、これは見事1番にパスヒットさせまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースト。素晴らしいフットワークでパスを投じました。クォーターバック6番は杉谷、大阪体育大学出身エイジ53。取りました1番は杉谷、日本大学出身エイジ34。さあクラブベアーズファーストダウン10、ボールオン相手陣28ヤード。これは見えナイスディフェンス。今度はランニング枠21番にボールを託し左オープン展開しようとしました。しかしこれを見え10番見事なパシュートを決めまして、このランを1ヤードロスに変えています。素晴らしいタックル披露をしたのは三重ファイヤーバード10番の吹き付け、中京大学出身のプレイヤーです。エイジ41、こちらもオールドルーキー、素晴らしい活躍を見せています。失礼しました、こちらの吹き付けは移籍のプレイヤーということですので経験者ということで判断させていただきます。クラブベアーズセカンダウン11。
ナイスキャッチ。クォーターバック6番のパスをワイドレシーバー横切るように0番がキャッチ。サイドラインにはギリギリ粘りまして見事攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファースダウン。見事にこのパスを攻撃権更新にいたしましたのはクラブベアーズ0番の川野、関西大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣18ヤードからのファーストダウン不成功。今度は右にいた1番にパスを投じましたがこれは三重18番が激しくカバーしましてパス不成功に変えています。ダウンはセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバー失礼しました。クラブベアーズセカンドダウン10。クォーターバック6番今度は左に展開した97番にパスを通しまして約7ヤードから8ヤードのゲインに変えています。パスを取りましたのは97番のシラスでした。大阪体育大学出身のエイジ50プレイヤーです。通じましたクォーターバック杉田もエイジ53ですので100オーバーコンビが再び、また新たな100オーバーが誕生したというワンシーンでもありました。クラブベアーズサランツー三塁でいてタッチダここでランプレーを展開しました。ハンドオフを託されましたランニング45番右オープン展開しそこから相手のディフェンスを隙間を抜いて一気に中央突破。そのままディフェンスを犠牲にするようにエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。クラブベアーズ45番の素晴らしいフットワークによるタッチダウンによりましてさらに6点追加となっております。このトライフォーポイントは失敗しまして結果6点止まり。クラブベアーズ27点、三重ファイヤーバード3点という形になっております。しかし見事ランニング枠45番川端のランによりましてクラブベアーズさらにリードを広げる形に成功しております。さあ着々とリードを広げるクラブベアーズ、その得点を挙げたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。先ほどから様々に工夫しております三重ファイヤーバード、このキックオフリターンも何らかの策を講じるでしょうか。さあ、リターンに入った。うまく迂回して中央を切り込みました。自陣30ヤードを超えた地点を確保し、ここからの反撃に入ります。三重ファイヤーバード自陣34ヤードからファーストダウン。クォーターバック9番パスを投じようとプレイアクションから下がりました。しかしそれを見ましたクラブベアーズディフェンス陣殺到。
最終的に51番がこれを仕留めまして、キュービー作パスを投じる前に仕留め、3ヤード4ヤードの巣に変えています。見事キュービー作しましたのは51番の牧井です。大手門学院大学出身、177センチ125キロの巨漢、見事にキュービー作決めました。三重ファイヤーバードセカンダウン14、これもクラッベアズナイスディフェンス。このプレッシャーをかわすようにランニングバックにトスし、右オープンつかせましたが、しかしディフェンス陣殺到し、このランも阻止しサードランに変えます。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクとなります。現在第3クォーター残り5分、スコアクラブベアーズ27点、三重ファイアワード3点となっております。この配信は X2、X3 の共同企画によって実現しております。 X3West、X2West の全てのチームが共同しまして立ち上げました。この企画に応じていただいた多くの企業様、そして個人様のご寄付、ご記者によりまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画現在も継続しております。ぜひ皆様をご協力よろしくお願い申し上げます。さあ、ウォーターバーディックときまして試合再開。三重ファイアーバードサーダウン13、パス不成功。クォーターバック9番左ロールアウトからワイドレシーバー81番にパスを投じましたが、わずかにパスがショート、パス不成功でフォースダウンに変わります。ファイアーバードフォースダウン13、パントフォーメーションを取ります。このパントは相手陣ベアーズ陣に入ったところでボールデッドし、この位置でテイクオーバー、攻守交代となりまして、攻撃権はクラブベアーズに変わります。クラブベアーズ自陣42ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10、さあまだ行く、ついてる、ナイスファーストダウン。ここでベアーズは中央ランペを投入しました。ランニングバック15番、これを受けてからオフェンスラインの隙間を抜けて一気に独走、相手ディフェンスを素晴らしいカットバックで縫うように走り抜けまして、大きく前進、攻撃権更新しまして、クラブベアーズファースター。見事なランを披露しましたのはランニングバック15番の吉本、大阪芸術大学出身のプレイヤーです。さあ、相手陣の31ヤードからのファーストアンテン、まだ受けている、さらに行く、前がいた、タッチオン。ここでランプレーを投入、今度はランニング枠28番、素晴らしいカットバックを切りまして中央突破、
一気に相手ディフェンス置き去りにしまして、そのままエンドゾーンを駆け込んでタッチアップ。クラビアーズ28番の素晴らしいランによりましてタッチアップを重ねまして、さらに6点追加となっております。そしてこのトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加、クラブベアーズ34点、三重ファイアワード3点となっております。しかし素晴らしいムーブメントでした。28番の西村、見事なステップワークで相手を振り切りましてエンドゾーンに駆け込む鮮やかなタッチダウンを決まっております。大阪学院大学出身のプレイヤーです。さあ着々とリードを広げるクラブウェアーズのキックオフで試合は再開いたします。キックオフキッカー変わりまして33番が務めます。33番、中野、大阪芸術大学出身のプレイヤーです。三重リターンに入れるか、ボールをジャグした関係で大きなリターンはできませんでした。自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。三重ファイアーバード自陣21ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。さあ今度はフルバックにボールを持たせました。ブロッカータイプに中央ダイブプレーで突っ込ませゲインをいたします。キャリア10番、約2ヤードのゲインを果たしました。ダイブプレーを決めましたのは10番の吹き付けでした。中京大学出身のプレイヤーです。三重ファイアバードセカンドダウン8。パス成功、ナイスキャッチ。今度は外で展開していた25番にパスを通しまして、見事に5ヤードから6ヤードゲインに変えております。相手ディフェンスの隙間を縫って見事キャッチしましたのは25番の鈴木でした。富山大学出身。三重ファイアバードサランスイ、さあ今度はカウンター気味にランプレーを展開しました。クォーターバックの逆をつくように中央ランを投入いたしましたが、これにクラブベアーズ動揺せずこのランを仕留めましてフォースダウンに変えます。ここでクラブベアーズが後半1回目のタイムアウトを投入いたしました。現在リードをしておりますクラブベアーズが後半のタイムアウトを取った状況になっております。
試合再開となります。三重ファイヤーバードパントフォーメーション、これはリターンができない絶妙のパントとなりました。絶妙のバウンドによりましてベアーズ陣30ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバークラブベアーズに変わります。クラブベアーズ自陣29ヤードからのファーストの点、まず中央密集点へランプレーを投入いたしました。約3ヤードのゲインに変えております。キャリアは45番の川端でした。クラブウェアズセカンダウンセブン、パス成功、ナイスゲイファースト。ここでクォーターバックはワイドレシーバー14番にパスを通しまして、14番見事なキャッチで、そこからキャッチアンドラン攻撃権更新としました。見事にキャッチしましたのは14番の佐藤、日本大学出身のルーキーです。クラブベアーズファーストダウン10、ボロンハーフウェイ、さあ今度は82番がキャッチしまして約9ヤードゲイン。ここで見事にキャッチしましたのは82番寺崎でした。大阪体育大学出身、エイジ44。ここでクラブベアーズが後半2回目のタイムアウトを取った模様です。クラブベアーズはどうやらこの3クォーターのうちにもう1本取らんという攻撃を展開する模様です。残り時間39秒でタッチダウンを上げんと現在タイムアウトを行使しております。さあ試合再開、クラブベアーズさセカンダウン残り1ヤード、ナイスゲイファースト。ここでワイドレシーは14番にヒッチパス、14番ブロッカーを生かしまして、そのままそのブロックを生かして左オープンを疾走、一気に相手陣深い位置まで前進しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースト。ここでクラブベアーズ後半のすべてのタイムアウトを使いました。第3クォーター残り6秒の状況でタイムアウトを取っております。おそらくですが、これは、この 6秒以内に点を上げますと得失点差のルールの関係上ここでコールドゲームという形になると思われます。それを狙って、コールドゲーム成立を狙いましてこの6秒に攻撃を展開するべくタイムアウトを取ったと思われます。
小林さんはそうですね、ファイヤーバードの選手もディフェンスが続いている状況、そしてオフェンス展開できないことから非常に疲弊が目立っております。この隙をつきまして一気に試合を決めんとクラブベアーズ全てのタイムアウトを行しました。さあここでのワンプレーどうなるでしょう。クラブベアーズファーストアンドゴール、タッチダウン。ここで見事15番エンドゾーンに走り込みましてタッチダウン成立となりました。クラベアーズ6点追加となり40点になっております。そしてトライフォーポイントをここでクラブベアーズ放棄いたしました。ここで第3クォーターの終了が成立となります。そしてここでコールド成立となりまして試合終了です。試合終了となりましてクラブベアーズ40点、三重ファイヤーバード3点でクラブベアーズの勝利でこの開幕戦終了する形になりました。結果的には試合はクラブベアーズが完勝する形となりましたが、しかし三重ファイアワードも様々に攻撃展開し、状況展開を図る策を講じまして、なんとか一石投じんという素晴らしい奮闘を見せました。ナイスファイトでした。クラブベアーズ見事古豪復活にと称していいかもしれません。素晴らしい戦いでした。次節以降も非常に期待が持てる視点でした。クラブベアーズナイスゲームでした。三重ファイアワードも非常に苦しい中、最後まで闘志衰えぬ素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。その開幕戦、本日の2試合目となります一戦は結果的にクラブベアーズの勝利という形で終わる形になります。この後に続きます試合も再びチャンネルサイトを変えましてお送りさせていただく予定でおります。続きましての試合、トライスターズ対、大阪府警シリーズの一戦は、この後、試合変わりまして、15時50分でしょうか、若干試合の進行遅れておりますので、これは試合開始の時間変更になると思いますが、第3試合も、サイトを変えましてお送りさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。かつてこの競技を題材にした漫画がございました。いじめから、逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは無論だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名をとどろかしたスタープレイヤーがもてしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力を世に飛ばんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいる歴史物語を、
かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。その物語、本日の試合は果たして何ペース目に刻まれていた物語だったでしょうか。その続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。そしてその、実況配信をいたしましたのは私道楽屋次男でした。この後に控えます試合もまた配信させていただきたいと思います。その時までまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。